ご飯おかわり確定、うまみの暴力、究極のウインナー丼の作り方をご紹介します。とりあえずどうも、日差しカップ坊重吉総料理長の斉藤です。今日はご飯おかわり確定、うまみの暴力、究極のウインナー丼の作り方をご紹介します。簡単ですのでぜひ最後までご覧ください。はい、では切っていきましょう。ウインナーまず4本ですね。輪切りします。細く6等分ぐらい。はい、これだけです。切るのこれだけです。はい、では炒めていきます。はい、じゃあバター 10g ですね。溶かします。バター溶けたら先ほどの切ったウインナーを入れます。炒めます。バター合わせます。焼き目がつまる。食べましょう。ある程度広めすぎたら 21cm。 はい、マヨネーズ、マヨネーズ大さじ1。最大のポイントのうなぎのタレ大さじ2。これが好きです。これでマヨネーズが溶けたらこの本当に1個だけ。はい、完成です。ラッペ、はい、完成です。はい、完成しました。食べていきたいと思います。終わっちゃいます。うん、間違いない。うなぎのタレとは、これはうまい。合いますわ。甘辛くて。4本でご飯3杯ぐらいいけますね。とりあえず。重吉では全国約400店舗ほど展開しておりまして、料亭の味を器のままご自宅にお届けしております。ぜひ晴れの日にはこのチャンネルを思い出していただいて、ご注文いただけると嬉しいです。気になる方はプロフィール欄からご注文お願いします。